前景ロッチア・ディ・ランツィ、または、ランツィの回廊は、イタリアのフィレンツェにある、シニョリーア広場の角にある建物で、ウフィツィ美術館に隣接している。ロッチア・デッラ・シニョリーア、シニョリーア回廊とも、幅広いアーチの開口部が通りに面していて、間口は3区画分、奥行きは1区画分である。アーチは、コリント式中東のある、束ね付け柱で支えられている。 この幅の広いアーチはフィレンツェ人にとって魅力的だったようで、ミケランジェロはシニョリーや広場全体をこのアーチで取り囲むことを提案したほど気に入っていたという。時折、間違ってオルカーニャが設計したとされ、ロッジアでロルカーニャと呼ばれることがあるが、実際には1376年から1382年にベンチリチョーネとフランチェスコ・タレンティが建設したものである。 設計は、ヤーコポディチョーネと推定されており、ゴンファロニエレの就任式などの公的な式典を模様したり、市民の集会を行う場所として建てられた。回廊の陽気な雰囲気は、重々しいべきお宮殿と交代賞を成している。屋根はあるが事実上、古代及びルネサンス美術の野外彫刻展示場になっている。名称のランツとは、孤児も一世紀聖火でこの建物を、 ランツクネ人が使ったことに由来する。すぐ後ろに、ウフィツィ美術館ができた後、ベルナルド・ブオン・タレンティがこの建物の屋根を改造して、テラスにし、メディチ家の王子たちが、シニョリーや広場で行われる式典などを観覧する場所とした。パトルクロスを抱きかかえるメネラウスは古代ローマの、彫像を復元したモノファサードの髪型。テラスの手すりの下には、つ葉模様系の装飾が四つあり。 そこに、アーニョロが手による、不屈さ、節制、正義、慎重さを表す力天使の偶意的像が、設置されている。その背後の青いエナメル塗装は、修道士、レオナルドの手によるもので、金色の星は、ロレンツォ・デヴァイクスイが描いたものである。反栄を成しているボールとは、フィレンツェのアントニオ・デプッチが作った。正面の階段を上がったところに、 フィレンツェの象徴である二体の丸属子がある。向かって、右は古代ローマ時代のもので、向かって、左はフラミニオばっかが百九十八年に制作したものである。これらはもともとローマのビラメディチにあったものだが、七百八十九年にこのロチアに設置された。ロチアの側面には七百五十年のラテン語の碑文があり、フィレンツェが七百四十九年に暦を、 ローマのものに合わせたことが記されている。そのためフィレンツェのその年は1月1日ではなく3月25日から始まった。1893年の碑文はイタリア王国がミラノ、ベネツィア、ローマを併合した際に活躍したフィレンツェ人を記録している。ベンベヌートチェッリーニのペルセウス左端の区画にはベンベヌートチェッリーニ作の銅像、ペルセウスがある。 右手に剣を持ち、左手でメデューサの首を勢いようと掲げたギリシア神話の英雄を描いている。金星の取れた筋肉質の体型で右足に体重をかけて立っている。ペルセウスの表情は沈んでいて感情を抑制している。メデューサの首からは血が滴り落ちている。派手に装飾された大理石の台座もチェッリーニの作で、紙面にユーピテル、 メルクリウス、ミネルーア、ダナエのブロンズ製肖像が配されている。台座に施されたレリーフはペルセウスによるアンドロメダー救出を描いており、バルジェロ美術館にあるものの複製である。ベンベヌーとチェッリーニは1545年から1554年までをこのブロンズ像制作にかけた。ローで作ったデザインは、コジモ一世が直ちにゼ任した。チェッリーニの自伝によると、 彼は、この政作で、数々の困難に突き当たり、ほとんど死ぬような目にあった。ブロンズ像の鋳造は、数回失敗している。最後に試みたとき、聖堂を溶かす炉が加熱しすぎて、異形に聖堂が流れ出なくなった。チェッリーニは、自宅の家具を焚き木とし、200枚のピューター製の皿おろに、供給し、さらに壺や鍋もろに入れた。こうして、やっと聖堂が流れるようになった。 ブロンズが冷えると、像は右足の指3本を除いて奇跡的に完成していた。その足指は後から追加したという。サビニの女たちの略奪右端には、フランドル出身のジャンボローニュ、イタリア化したジャンボローニャの名で知られる彫刻家によるサビニの女たちの略奪というマニエリスムの群像がある。この印象的な作品は、 フィレンツェに持ち込まれた過去最大の白い大理石の不完全なブロックから作られた。その原型の肖像はアカデミア美術館にある。ジャンボローニャはこの作品で、フィーグラ・セルペンティナータ、すなわちあらゆる側面からの干渉に耐える上に向かう、蛇のような螺旋状の動きを持った場面を作ろうとした。ヨーロッパの彫刻史上でも3人以上の群像はこの作品などが最初のものである。 大理石の台座もジャンボローニャが作ったもので、同じ主題のブロンズ製レリーフが施されている。この作品は1583年からこのロッチアにある。その側には、ジャンボローニャのそれほど有名でない大理石像、ケンタウロス・ネッソスを打つヘイラクレースがある。これは1841年に、ここに移された。 この像も一つの白大理石の塊を彫刻したものでピエトロ・フランカ・ビッラが弟子として制作に参加している。パトロ・クロスを抱きかかえるメネラウス像はローマで見つかったもので元々はベッキオ橋の南端にあった。この古代ローマの大理石像を復元した別の像がピッティ宮殿にもある。この像は紀元前3世紀のペルガモンで制作されたものを フラウィウス長時代にコピーしたものである。ピエトロタッカが全体をデザインして、それに基づいて、ルドビコ・サルベッティが復元した。後に、ステファノリッチが手を加えている。ポルクセネー領軸という群像は、1865年にピオフェンディが製作したものである。ポルクセネー領軸ロチアの奥には5体の大理石製助製造がある。このうち3体は、マティディア、マルキアナ、 昭和グリッピナとされている。他にもサビニジンの像やトゥスネルダの像があり、トライアヌステからハドリアヌステ時代のものとされている。これらは1541年にローマで見つかった。1584年以降はローマのビラメディチにあったが、1789年にロッチアに移された。いずれも後世の修復の手がかなり入っている。ミュンヘンのフェルトヘルンハレは、 ロッジアディランツィオモデルとして建設されたもので、1923年のミュンヘン一期でヒトラーがデモ行進した場所として知られている。ありがとうございます。